吉さん、今日はゴローンとした格好ですいません。あの志村けんさんの話ね、えー、あれはいい話でしたけども、あれは、まあ、もう元ネタがあるんですよね、ああいうのが。で、志村さんが言ったバージョンと、ビートたけしさんが言ったバージョンと、あと、アカ様さんが言ったバージョンといろいろあってですね、えー、まあ元ネタはああいうストーリーがあって、誰かが言ったっていう風にしているんですよね。まあでも、話の内容自体は、本当に、ああ、いいなと思わせるものでしたね。 えちなみにですね、私、お金を貸してくれって言われることがあるんで、僕は快く貸すんですよ。ただまあ、貸せる金額だけになるよーっていうふうに言います。で、じゃあありがとうございます、お願いしますって時に、大体貸すのが3000円とかですね。で、あーちょっとこれじゃあ足りないんで、もうちょっと欲しいんですけど、そしたら、いや、3000円ぐらいしかちょっと貸せないんで、あとはね、銀行に行くのがめんどくさいんですよ。ってごめんなさい、みたいな感じで終わらせますよね。うーん、だからね、おろしに行くのがめんどくさいから貸さないっていうね。 <laughs> そのよくわけが分かんないね適当な理由ですけどもで代わりにあの100万円とか200万円は貸せないけども銀行に行くのも面倒くさいんで貸せないけどもビジネスを教えてくださいとか1週間以内に100万円を稼ぎたいっていうんだったらそれ教えますよそれやりましょうどうですかっていう話をしていきますね、えー、まあそこでね、えー、じゃあ,あの方法があるんだったらやってみたいっていうんだったら一生懸命それこそ。 さっき銀行に行くのはめんどくさいって言った私がビジネスをね信用してるのはめんどくさくないというねそういう感覚ですけどもそれやりますけどもね、うん、でもやっぱり現金に貸してくださいっていうことになるから貸してくださいだけじゃ貸せないんでまあね攻略してほしいですねっていう話をしますよね、えー、もしねお金が返せなかったらこういうことをするんでとかお金を借りている間は利息の代わりにこういうことをするんでとかね まあそんな感じで、えー、まあ相手との力量を測るということはありますで実際にお金まとまった金額貸してねとんずらこかれたりすることもあるんですよまあもそれでも全然構わないかなと例えば30万を貸していなくなったらあ二度とそういう人からお金貸してくださいって言われなくてよかった30万で済んだみたいな感じなんですよねで吉田さんが言われたように結局は人のせいにすることもできるんですけどもじゃあ自分が 選んんだだののは最終的に何っったのかななてことなんですよね自分のセンスで選んで自分のセンスで行動したじゃあ自分の責任だよよねってことなんですよ誰かが銃を頭に突きつけて強盗してお金を無理やり借りていったわけでもないですしねで信頼してるって言うんだったらその人に持ち逃げされても恨まないってことだと思います。 あの損害を受けた瞬間に信頼ってものを全てね誤破産にして恨みに変わる方が多いんですけども、まあ、こうはなりたくないなと思いますよね。私はだからね信頼したと感じるとすれば約束を破ろうとどんなね嫌がらせを受けようと誹謗中傷されようと信頼したからあー、まあ、特に異論はないかなっていうふうに考えますよね。 チチクチク行く方が面白いまあ <laughs> そんな感じでお金を借りるお金を貸すスキルっていうのは結構難しいと思いますからまあね貸すぐらいだったら稼ぎ方を教えてあげればいいんではないかなと思いますね以上ですネタはすいません